よし、というわけで裏ステージやってきたので早速、まあ初見でやっていこうかなと思います。はい、それでは1の1からいきますか。さあ、はいはいはい、オタドで、長いね。反撃、特殊能力、あ、じゃあ反撃だけか。んじゃあちょっとパーティー変えていきます。じゃあいきますか。うん、とりあえずプリーチ編成にしましたね。まあ種族効果アップは多分入ってないかな。そうだね、ちょっと強いかもしれないけど、ちょっと全員ダブルゼータだけど、まあちょ、ね、うん、まあ舐めないでいくから。さあとりあえず反撃だけだからフィーバー入って、まあちゃちゃっと打っちゃいますか。うん、つないで、うん、あ、まあそんな痛くないね。うん、よしよし、いけるいける、フィーバー入って、どうしよう、体力しないから、まあ誰これ、これ誰、これ何、ああタップでデカプリか、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。で、まあ、これでデカプリン作るでしょ。で、どうすんのこれ。いいな、なんか変身した、変身した。いいのかな。さあさあさあ、落ちてきてるね。いや、これいけそうだね。さあ、一発、これで足りるかな多分。あ、でも30何万だから、もう一発打っとくか。もう一発。はい、セーファンファールで、これ多分いける。40万あれば、うん、足りるよね、多分。あ、オッケー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 。はい、というわけで、次、続きまして、1の2ですね。こちらは、なんだと、セイラ、はい、反撃効果無効化、シャッフル、シャッフル、シャッフル、あれか、デカプリン、消すやつか、で、これで、これでいくか、これでいきましょう。編成はこれでいきます。はい、さっきと同じですね。さあ、いけるかな、とりあえず、まずチェックね、チェック。49万、オッケーオッケー、50万。で、攻撃もあんま痛くないと。おい、777、いい数字だ。はいはいはい。あ、でもちょっと、厄介だね、これ、シャッフル。お、なんか繋がりやすいね。これで、マジ、この右の子何マジで。多分サンデーってことはわかる。サンデー以外情報ないっすね。さあ、まあ、これも HP 的に大丈夫だと思うから、バンバン打っちゃっていいっしょ。うん、あ、まあこれで、まあ、いや強いね。強いね、これデカプリン4つつくんだって。あ、これ強いよ。さあこちらで、あ、これセイファーファル、あ、G まで溜まんないか。うん、 G まで溜まってほしく、これ回復強くない、回復も。いや、いいね。さあもう一発、49万だからまだまだだね。さあこれで G まで OK。 あ、待って、体力ギリギリ、いや、フィーバー内に一発打てばいけるはず。いけるかな、たぶん。オッケー。はい、次。いいよいいよ、順調順調。さあ、1の3ですね。こっからちょっと怪しくなるんじゃないの。さあ、好み、反撃、効果、無効化、お邪魔玉、フィーバーゲージ吸収。は？あ、これフィーバー入れないの？いけるかな？一応、不思議編成にしてきました。うん。で、とりあえずトリプルゼータは1体だけ入れてる感じかな。で、56万、とりあえずフィーバー内全部打っていく感じにしようかなと思ってます。あれ、これ技ゲージ吸収ないんだっけ。あ、なさそうじゃない、あれ技ゲージ吸収ない、もしかして。しっかり見てなかったけど、あ、ちょっとこれあれだね、あの技ゲージ吸収もあると思って、こっちのデカプニ、そう、作るやつにしちゃったんだけど、まあいけるか、まあいけるか。さあ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 、あ、いいね。アージじゃない。アージじゃない。あー、でも、いけそうであるから。よいしょ。うん。はい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 。あー、半分もいった。早いね。じゃあ、これ強すぎだな。これちょっと、ダメかな。強すぎちゃったかな。じんまって。あー、うん、まあいいや。さあさあ。あー、あとこれするだけが楽だな。まあ、あと一発でいけるっしょ。あ、最悪、一番右が復活なんで、ここで復活して打ってもありかな。さあ、あ、いけた、いけた。オッケー。はーい。ちょっと無理かな。うん、じゃあ次。さあさあ、続きまして、1の4。残り2ステージですね。さあ、ここのステージは、フルコ、反撃効果、無効化、取り付き。あ、取り付きなら、あ、どうしよう。変える？取り付きはめぐみんが一番いい気がするけど。まあ、いっか。さあ、いきますか。うん、さっきと同じ編成です。うん、悩んだ結果、これで一回やってみることにした。さあ、
これとりあえず80万でもあの音消しクリソン分かんだあれちょっと待ってまずいかもいけるかなとりあえずこれ早めに壊してフィーバー入りたいなフィーバー入りたいんだけどあーちょっと待ってねどうしようフィーバー入れつかちょっと待って時間がある11秒いやーあーきついかも待ってマザゲージ吸収はちょっときついわあなんか変なの落ちたうわーマザゲージ吸収は効いとらんてえ書いてあったそんなのマジか見逃してたわいやこれは厳しいぞいけるあまずい気がするちょっと待ってあと一発復活ある落ち着けあフィーバーいった早っフィーバー早っいけるえ、待って陽線いける来た勝った OK! やっぷりーセーフはい、ちょっとすいませんねあのさっきあのミッション確認したところ60秒以内ができてなかったんでちょっとずるいかもしれないけど、まあ、編成会であのガチガチちょっとやっていきたいと思いますはいということで、まあ、フィーバーすぐ入れるように分身ですね、こちら。取り付け終わったら、お払い終わったら、フィーバー入って、フィーバー内でバンバン打っていくけど、フィーバーゲージが、早いな、これ。さあ、たまんない、たまってくんない?うわ、あ、いける?どうだ?さあ、いけたね。いけた。よし。オッケーです。はい、すいませんね。はい、次。さあ、こちらがラストですね。1-5。さあ、こちら、多分、クリアできるかな?どうだろう?反撃、効果無効化、技ゲージ吸収、お邪魔玉。はい、というわけで、編成ちょっと変えてきましたんで、いきますか。さあ、不思議パですね、今回は。カオルくん作戦ですね。デカプに4つ作って、そう、自分の技を連発するって、フィーバー内で。そういう作戦でいきたいと思いますんで、まあそうですね、フィーバーに早く入って、カオルくん残したいんだけど。いけるかな?さあ、お邪魔玉もどんぐらい食らうかちょっと気になるところではあるが、そんな余裕はない。ダメージ2000はちょっと痛すぎる。さあ、フィーバー入って、これで、ちょっとデカプに残しておきたいんだよな。つなげら、あ、無理、あ、やべ、あ、いいか。まあ、とりあえずこれでよ。あ、これ違くない?これ違うカオルくんじゃん。あー、もうやった。はい、気を取り直して。カオルくん今度は間違えてないから。こっちです。あ、そうだね。ちゃんとデカプに入れてくるわ。ああ、もう、マジか。ああ、とんの茶番だ。さあ、今度こそですね、行きますか。いや、お邪魔玉、見れるかな、これ。さあ、割れる?あれ?割れないなの、この子。ん?お邪魔玉、意外と長い。まあ、これで一回。G でできるもんしたけど、さあ、あ、いや、フィーバーゲージ、あ、ミスった。ふぅ。いけるかこっから、あ、強え、強くないかこれは強すぎないちょっと待って。ちょっと手加減してもらえませんかね。やり直しです。さあ、ちょっとカオルくんのところを要線にしてやっていきますか。はい、でもうまくキラチャラが働いてくれればいいんだけど、働いてくれるかな。さあ、で、デカプに作れるんで、これ、お邪魔玉の、危険とかあんまないっすね、お邪魔玉問題はとりあえず無視でいくでしょ。さあこれで、フィーバー入って OK あーたまんないかで打っていきますか。さあどうだこれで、これ8回打てばいいってことでしょ。10万だったら7回で済むか。これ7回ぐらいでいける。あ、 G じゃない。あとフィーバーゲージが足りなくないか。足りないね。これうわーこれきついや。これどうやって攻略するの。これガチパじゃないと無理じゃないですか。これもしかしていけたとしても、これ60秒以内のミッションあるから相当きついよ。でこれで復活でしょ多分。ですよね。でこれでもう一発寄せて、いける?いけるけど半分は削れないから。そうですよね。もうこれ本気でいく。ガチパでいきます。これもさすがにやばいでしょ。だってさあ、とりあえずアクアでフィーバーインする感じかな。フィーバーインしてアクア連発していけば何とかなるかな。さあ、まず一発。さあ、
あいけるか、どんぐらい出るんだろう、20万出る、あ13万、あーちょっと待ってちょっと待ってね、でこれ次のフィーバーへのさ何生き方が難しくない、これさっき試したんだけどお邪魔玉ね確か2000ぐらい食らったはず、だからお邪魔玉はそんな食らえないよね、だからお邪魔玉処理しつつアクアをつないでフィーバーインしたいんだけど、いやまあこれいけそうではあるね、でも60秒以内っていうミッションがきついかも、20って強くない、えこれ普通に強くない、23万って、あと1回でいけるから、そしたらはいはいはい、さああーでもあ割れた、やばい、あ2003、あいや2000、会いたい、あ痛いねこれ、あ大量消し欲しいなやっぱ、うん、さあこれでいけるかな、これなんか60秒いけてない気がするんだよな、どうだ行ってくんないか、さあこれで一応 OK、 一応倒せはした、倒せはしましたがどうだろう、はい、ダメでした、はい、60秒いかなかったんで変えます、陽線のところをあのカオルくんのデカプリを作る感じにして、これ貯めてあのフィーバー内でアクアの国を2、3個ぐらい膨らませたいな、うん、だからこれでカオルくんを溜まるかな、 OK 溜まったらアクアカオルくん消してアクアを2つぐらい、2つ3つ、OKOKOK 2つで、これするとそう打てるから、これで足りる、いやあと1発ぐらい必要で、あとセルフで1発打てばいける、あいいね、ちょうど2サイズが残ってるからここを繋いでうまく OK 来た、はい早くね、これ早いで、これで60秒いけなかったらもう終わり、これで終わりです、 OK めっちゃ早いじゃないのこれ、これめっちゃ早いで、よしさあここで OK ウィーンできてる、ミッションクリア OK、 うわー疲れたー。